あ、右で、右です、右です。右。こちらいきます。こちらいきます。今日、米山先生、皆様、ありがとうございます。今日、これは何のお魚ですか？分かった。はい。そうです。あ、分かった。皆さんが食べてくださった鯛を買おうと思ったんですが。分かってました。ちょっと魚くんにバトンタッチさせてもらってもいい？もちろんです。お願いします。ケガカラメレは右と左にこうやって分かれてますので、お手にはくっついてます。そしては体を守るため大きい魚を食べられそうになるとそっくりとなってチクチク痛かったとして食べられないように身を守っているんです。こうやって書きますとあーだんだんちょっとずつなってきた見えてきました。よかった、ありがとうね。4月、5月と春の季節に、新潟県でも取れますので桜の咲く季節、桜の花びらのように綺麗な、こんな色をしています。米山豆腐先生の、ベースを、活用させていただきながらタイちゃんにしてみました。素晴らしい、ありがとうございます。ありがとうございます。丸描いて、丸描いて、四角を描いたらお口の出来上がり、かわいい綺麗を描きまして、丸丸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 丸と大きな尾びれ、これはマフグちゃんの出来上がり。そうなんです。皆様、マフグちゃんは新潟県の海でもゆったり泳いでいますよ。フクワネちゃんは体が四角くて硬いですので動くのはお目目とお口、ヒレだけです。ですので一生懸命ヒレをパタパタさせて泳いでいます。今日はそのハコフグちゃんに、来ていただいてます。ハコフグちゃん、はい、ハコフグちゃんだ。これがハコフグちゃんです。ちなみにハコフグちゃんが箱の上にちょっと少し落としてみますと、ね、硬そうでしょ。こんなに硬いんです。ごめんね。実はハコフグちゃんは硬い体で体を守ってるんですけど、いざこれでも食べられそうになると体の表面からタフトキシンという毒を出して相手を嫌がらせします。そのハコフグちゃんのお友達が取れました。せーの、こちらです。日本で鼻が伸びるって言ったら誰でしたっけ？ピノキオ。お、じゃあせーの、天狗。大正解。この子は天狗ハコフグと言います。皆様さすがですね。閉じたのは新潟県と言いたいところなんですけど、さかなクンの暮らしている千葉県の館山市です。我々熱帯の海から
やってきたんですね。なんで来ちゃったんですか、迷ったんだと思います。あとは泳ぎがゆっくりなので黒潮という暖かい流れとともにやってきたと思うんですね。新潟県のお魚だけでも600種、新潟県のお魚集まれって言ったら600種も集まってくれるってことですね。アジさん、サバさん、イワシさん、おいしい魚がいっぱいある。もっともっと魚を知ってもらって食べてもらいたい。今日は僕たちのために本当にありがとうございました。